冷蔵庫から次のような匂いがすることがあります。プラスチックの匂いがする、庫内が匂う、氷が匂う。冷蔵庫は内部にプラスチック製の部品を多く使用しているため、使い始めの頃など庫内がまだ十分に冷えていない時は多少プラスチックの匂いがすることがあります。庫内が十分に冷えると徐々に匂いが少なくなります。キムチなど匂いの強い食品を密封せずに収納すると冷蔵庫の内部に匂いが広がることがあります。匂いの強い食品はラップをするか密閉容器に入れて収納してください。氷が匂うときは次のようなことなどが原因です。給水タンクや浄水フィルターにぬめり、水垢がついている。水道水に含まれる塩素成分が残り、塩素が強く匂ったり、古くなった氷にいろいろな匂いが移っている。給水タンク、浄水フィルターはぬめり、水垢防止のため、週に一度を目安に水洗いをしてください。古くなった氷の匂いが気になるときは氷を捨てて作り直してください。